トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。4月9日火曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は雨、天気予報通りの雨降りの朝になりました。風は南風、1メートルから3メーターぐらい。まだそれほど強い風が吹いてません。今日は南風、この風が強くなるとまた急斜の中に雨が吹き込んできますので、南側のサッシ少し閉めることにします。明日は800キロレースの持ち寄り日、放給は4月の13日土曜日になります。気になりますのは放給日の天候です。天候はまだまだ変わってきそうなんですけども、天気図だけでもどんな予想が出ているか確認したいと思います。これは4月12日金曜日の天気図になります。残念ながら高気圧は太平洋の方に中心があり、その影響下が東北地方にあるということで、東北地方は晴れてますね。北海道、東北地方はね、ただ風向きがあまり良くなさそうですね。この天気図は4月13日土曜日、長万部800キロレース放給予定日の天気図になります。なんか変な感じ、高気圧が張り出しているのか、どうなんでしょうね。無風のような、そんな天気図になってます。鳩のレース日としては最適とは言えませんけども、このくらいの条件で鳩レースができれば、まあ上出来かなっていうところですね。あんまり贅沢は言えません。このくらいの天候で帰ってこない鳩だとちょっとまずいなという感触の天気図になってます。今回の800キロレース、この天気図通りの状況でレースが行われた時、飼育者の実力が問われるレースになると思います。これは4月14日日曜日の天気図です。日本列島全体高気圧が張り出していて、高気圧に覆われていて晴れですね。翌日もこの天候であれば十分期間を期待できる800キロレースになりそうな気がします。楽しみですね。明日は1時過ぎには家を出て持ち寄り場所に向かいますので、早めの給餌をしながら鳩のコンディションを整えて持ち寄りに参加したいと思います。この予報であれば今週末の土日の鳩レース楽しめそうです。8時になりましたので、鳩に餌をあげようと思いまして屋上に、来ました。8時現在では結構南風が強いんですね。3メートルから5メーターぐらい、ちょっと突風で7メーターぐらいの南風に変わってきてます。この雨3時ぐらいには止みそうなので、昼間お昼ぐらいまでがちょっと強い風と強い雨に注意が必要なようです。ここに来て鳩さんに餌をたくさん食べさせようと思いまして、餌の量を増やしてるんですけども、一度にたくさん与えちゃいますと減り好みしたり鳩を食べなくなってしまいますので、何回か小分けにしながら今与えてます。これは1回目なんですけども、これは2回目です。今目いっぱい食べさせようと思ってますので、1羽あたりどうだろう、25グラムぐらいまで食べさせるように今努力してます。なんとか残さず食べましたね。もう一回、一握りパラパラと巻いてあげたいと思います。たくさん食べさせた後のおやつみたいもんですね。鉱物飼料を与えてます。この鉱物飼料の中には小粒の餌が入ってますので、大粒のトウモロコシを食べた後でもこの鉱物飼料に入っ
の中に入ってます。粒を貯めるんで、鳩は一生懸命つついてくれてます。これもまあ少しでもたくさん食べさせるという目的に合った鉱物飼料だななんて思ってます。この鉱物飼料の後、今度は少しレンガを撒いて、レンガも食べさせたいと思います。ただレンガの場合はこれだけ餌を食べさせてますとなかなか食べなくなっちゃうんですけどね。まあ、それでも、このレンガの中にはミネラル成分が入ってますので、このミネラル成分を少しでもつついてほしいなと思ってます。本日は800キロレースの持ち寄り前の最終車外の日なんですけども、残念ながら雨で車外を中止してます。明日は持ち寄り遅れないように早め早めの行動で持ち寄りに行きたいと思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。